皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニング界隈で時折話題になるですね、追い込んだ方が筋肥大するのか、それとも追い込まないトレーニングの方が筋肥大するのかということについて、私の見解をお話ししていければと思います。トレーニング好きな方でね、 SNS とかね、 YouTube の動画よく見る方なら耳にしたこともあるかと思いますけど、まあ、よくですね、〇〇理論 VS 〇〇理論なんていう名前でね、結構ですね話題になったりしてましたよね。で、まあこの追い込むトレーニングの方がやっぱり筋肥大するよとかね、いやいや、やっぱ追い込みすぎるとオーバーワークになるんで、追い込まないトレーニングの方が効率いいですよとかね、そういう意見を戦わせてる筋トレ界隈の方たちがたくさんいるんですけども、まあ、今回はね、追い込むトレーニングと追い込まないトレーニングとどっちが筋肥大に効果的なのかっていうことについて、科学的なねデータもお出ししながらですね、私個人としての見解をお話しさせていただければと思います。結論から言いますと、コンパウンド種目は潰れる手前で止めた方が筋肥大の効率が高まります。要するに追い込まないトレーニングですね。アイソレーション種目については、最後の1セットだけは潰れるまで思いっきり追い込んだ方が筋肥大の効率は高まるんじゃないかなというふうに考えています。もうこれだけ聞くとですね、あんまりピンとこない方の方が多いと思うんで、もうちょっと詳しくお話をしていきますね。まず前提としてですね、追い込むってどういうことやって気になる方多いと思います。追い込むにもいろいろ種類があると思うんですよ。追い込むトレーニングで皆さんが想像するのって、大体ですね、こうもう限界まで行ったらこう補助してもらって、もう何回も何回もやるとか、ドロップセットとかで上がらなくなったら重量を落としてまた続けて、で上がらなくなったらまた重量を下げて、またネチ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 追い込んでみたいな、そういうトレーニングを想像するかと思うんですけども、今ね、いろいろな研究が出てる中で、その追い込む追い込まないの基準っていうのは、自力で上げられる限界までっていうのが一つの基準になってます。要するに潰れるまでやるのが追い込むということですね。で、潰れる前にウェイトを置いてやめちゃうのが追い込まないトレーニングっていうことになります。まずはまあこの前提を押さえていただいた上で、これからの話を聞いていただければと思います。その上でですね、まあ、2つの研究をですね、まあ、概要欄にねリンクも貼っておきますけども、まあ、この2つのね研究をこうご紹介させていただくんですけども、まあ、まず1つ目の研究ですと、潰れるまでやるかどうかで筋肥大の効率は変わらないっていう結論が出てます。なので、こう潰れるまでもう必死で一生懸命やろうが、潰れる手前で、あ、次行ったら潰れそうだからもうやめとこうかなっていうトレーニングをするかによって、その筋肥大の効率って実は変わらないっていう結論が出てます。ただこれはトレーニング経験がない方の話であって、トレーニング経験のある方、もうがっつり鍛えてる方に関しては、いわゆる追い込むトレーニングっていうのが効果的なこともあるっていうふうに示されてるんですね。この研究を踏まえた上で2つ目の研究ですね、こちらはその筋肥大の分野においてもう非常に有名な博士である、まあ、海外の方がですね、まあ、書かれた論文なんですけども、まあ、その方によると、どれだけ追い込んでトレーニングしたらいいかっていうのは、トレーニング経験によって変わるというふうに言われています。トレーニング経験の少ない方、トレーニング初心者の方は、限界に達する結構手前で止めても筋肥大が効率よくできる。ただし経験を積んでいけばいくほど、限界に近いところまで追い込まないと、なかなか効率よく筋肥大しにくくなってくるということですね。なので、そのトレーニング上級者においては、潰れるまで追い込む、そういうセットがあってもいいんじゃないかっていうふうに、まあ、こちらの研究では言われています。ただし潰れるまで追い込むのが有効な場合もあるとはいえですね、全部のセットで潰れるまで追い込むと、それはそれでですね、疲労が強くなりすぎてオーバートレーニング症候群になってしまって、怪我のリスクが増えたりとか、逆に成長を阻害してしまう恐れがあるので、毎回毎セットを潰れるまで追い込むようなトレーニングは限定的にしといた方がいいと。もう停滞を打破したい時に、もうここぞという時に追い込むトレーニングっていうのは使った方がいいんじゃないかというふうに、まあ、こちらの研究では、まあ、結論付けられています。なので、トレーニング上級者の方が潰れるまで追い込むトレーニングを取り入れるのであれば、潰れるまでやるトレーニングは最後のセットだけ、まあ、例えば3セットやるとしたら、1セット目2セット目は限界の1回から3回手前でもうやめちゃうぐらいでちょうどいいですよと。
言われてます。なので例えば1セット目はあと3回できそうだけど、まあやめとくかぐらいで止める。で2セット目はまあ同じ重量で同じ回数やると、まあ当然1セット目よりはきつくなるので、ああもうあと1回ぐらいしか上がんないだろうなっていうところでもう止めると。で最後3セット目はもう死ぬ気でもう潰れるまでやるという感じの、まあトレーニング、まあ、それぐらいの追い込み度合いに留めておいた方が効果的ですよということですね。で一方でトレーニングの種類によってもその追い込むか追い込まないかっていう基準が結構違ってきまして、例えばですねスクワットとかベンチプレスとかデッドリフトみたいな高重量のコンパウンド種目においては神経系の疲労、まあ脳の疲労ですね、もう非常に強くなるので、こういう種目で追い込むまでやってしまうと非常にね疲労が強くなりすぎてしまって回復が追いつかなくなる恐れがあるので、スクワットとかベンチプレスとかデッドリフトみたいな高強度でやるコンパウンド種目に関してはもう潰れる結構手前でもうやめちゃった方がもう疲労のコントロールという点で、まあ、筋肥大の効率も良くなるっていう言われています。一方でマシンを使ったトレーニングとかアイソレーション種目、まあ、アームカールとかねケーブルのプッシュダウンとかね、そういうトレーニングに関しては神経系の疲労、脳の疲労が少なく済むので、逆にもうちょっと追い込んでもいいんじゃないかっていうふうに言われてますね。例えばマシンのトレーニング、チェストプレスとかラットプルダウンとかで言ったら、もう次行ったら上がんないだろうなぐらいのところでやめる。もっとね神経系の疲労が少なくなりそうな、例えばアームカールとかプッシュダウンなんかではもう最後のセットはもう潰れるまで上がらなくなるまでしっかりやるみたいな感じで、種目によってもこう追い込み度合いは変わってきますよというような結論になっております。でまあここまではねその研究結果の話なんですけど、じゃあそれを踏まえてね私はどう考えているのかっていうことなんですけども、この研究結果が示してある通り潰れるまでやるっていうのはあまりおすすめしません。非常に疲れますし、例えば潰れたところからバーベルからですねウェイトを全部取ってバーベルを元に戻して、でまたバーベルにウェイト付け直してってやると時間もめちゃくちゃかかるんで、時間効率っていう意味でもあんまりおすすめはできないです。そういう意味では私は追い込まないトレーニングの方が効果的なんじゃないかなっていうふうに考えてるんですが、実際に潰れるか潰れないかのギリギリのラインを攻められる方ってまあ少ないです。競技でやってる我々でさえもこのセットあと1回か2回ぐらいいけたかなって終わった後で思う時って結構あるんですよ。それぐらいですね、いわゆる追い込まないトレーニング、潰れる前にやめるトレーニングでもかなりきついです。追い込まないトレーニングなんですけども、精神的には結構追い込まないとできないぐらいきついトレーニングだったりするので、前回のトレーニングよりも1回でも多く1キロでも重たい重量でやるんだ、もう何が何でも上げるんだっていう強い気持ちを持って追い込むぞっていう気持ちでやっていただく。でまあその中でもある程度冷静にですねご自身の上がり方とかね体感っていうのを見ていただいて、まあ潰れる手前で止めていただくっていうのがおすすめです。この潰れるか潰れないかのラインを見極めるためにも結構ですね経験が必要です。それこそもうあと1回いけそうだけど、あ潰れちゃったみたいな、そういう経験を何回も繰り返してやっとですね、あこれ以上いったら潰れるなとか、あこれぐらいの感じだったらあと 2,3 回できそうだけど1セット目だからやめとこうかなとか、そういう感覚が分かるようになってくるので、追い込むっていう気持ちは持ちつつも冷静にご自身の動きをね判断していただいて、総合的にね判断して決めていただくっていうのがおすすめです。まあ、具体的にはスクワット、ベンチプレス、デッドリフト、この3種目に関してはもう上げるスピードが明らかに遅くなったなっていう状態になったらもうやめていいと思います。だいたいそれぐらいでやめると潰れるまであと3回ぐらいかなっていうふうに思いますね。それ以外のコンパウンド種目、例えば懸垂とか、ミリタリープレス、ダンベルのショルダープレス、チェストプレスなんかはもうあと1回しか上がんないぐらいの感じまでもう攻めるっていう意識でやっていただく。そして腕のアイソレーション種目ですね、アームカールとかプッシュダウンとか、そういう感じは最終セットだけ自力で上がらなくなるまで頑張って追い込む。でそれまでは、まあ、ビッグ3以外のコンパウンド種目と同じくあと1回しか上げられないぐらいのところでやめておくっていう感じですね。私の考えとしては潰れるまでやる、いわゆるその追い込むトレーニング
っていうのを、まあ、否定はしないんですけども限定的な導入に留めておくのがいいと思います。神経系の疲労がね少ないアイソレーション種目でそれもね最後の1セットだけぐらいに留めておいた方がいいとは思うんですけどもあと1回で潰れるそういうラインを見極めるためには追い込む意識っていうのが大事になってくるのでしっかりね前回よりも1回でも多く1キロでも重く上げるというね意識を忘れずにトレーニングに向かっていただければと思います。ということで今回はその追い込むトレーニングと追い込まないトレーニングどっちが筋肥大に効果的かということについてお話をさせていただきました。まあ、いろんな研究ではその追い込むトレーニングと追い込まないトレーニングその自分で潰れるまでやる追い込むトレーニングと潰れる手前で止める追い込まないトレーニングではどちらもですね筋肥大の効果に変わりはないんですけどもトレーニング上級者になってくると追い込まないトレーニングのラインっていうのもかなりきつくなってくるので潰れるまでね追い込むトレーニングっていうのも上級者にとっては効果的な場面も出てくるかもしれないですと。で、まあそれを踏まえた上でスクワット、ベンチプレス、デッドリフトについては上げるスピードが明らかに遅くなった時点でやめていただく。で、それ以外のコンパウンド種目についてはあと1回しかできないぐらいのラインでやめていただく。サイドレイズとか腕のアイソレーション種目なんかは最後の1セットだけ自力でできなくなるまで追い込んでいただく。っていうのが、まあ、おすすめですよというお話でした。まあ、なのでその多くの人が想像するような毎回もう潰れるまでもう一生懸命やるとか補助をつけて上がらなくなったらもう無理やり上げてもらうとかドロップセットを何回もやってネジ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 追い込むとかそういうトレーニングは逆にね筋肥大に関しては効率が悪くなるそういう方の方が多いんじゃないかなということで私のね意見をお話しさせていただきました。まあもちろんねそういう必要以上にね追い込むような超しんどいトレーニングで成果を出しているトップビルダーの方もいらっしゃったりするんですけども特別な方ではない人の方がね私も含めて大多数だと思いますのでまあそういう方に向けてですね現実的にねこれぐらいの追い込み度合いでやったらどうですかということでねお話をさせていただきましたのでぜひ参考になった方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンド公式 LINE では毎日ですねお得な情報を配信しておりますので概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品やキャンペーンの情報を概要欄に記載しておりますのでそちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。